あやつり人形あやつり人形はドイツスタイルゲームであるフランスのカードゲーム。二人以上七人以下で遊ぶ。プレイヤーの職業が毎回変化する点と職業ごとに順番が決まるので座席順にプレイするわけではない点に特徴がある。あやつり人形はブルーのファイドッティが制作した。2000年にドイツゲーム大賞の6位を受賞し、ドイツ年間ゲーム大賞には 最終ノミネートされ、国際ゲーマーズ賞2001にもノミネートされた。現代は、シタデルズだが、ドイツ語版は、オーネ服とウンとアデル、日本では、操り人形と題されている。なお、英語版は、シタデルズと直訳されている。エキスパンションで職業と建物が追加されているが、日本語版ではこれらも同梱されている。 追加職業やトークンが増えた操り、人形完全日本語版が2016年に発売された。はじめに職業を選択する。スタートプレイヤーから順に、職業カードから1枚を選択し、残りを左隣のプレイヤーに渡す。全員の職業が決定すると、以下の職業の上から順番に手伝いを実行していく。暗殺者指定した職業のプレイヤーを行動不能にできる。 盗賊指定した職業のプレイヤーの所持金をすべて奪える。記述し、誰か一人もしくは、山札と手札を交換できる。王様次回のスタートプレイヤーになれる。司教将軍に建物を壊されない。商人からお金を余分に取得できる。建築家建物を余分に建築できる。将軍たプレイヤーの建物を壊せる。自分の手伝いが来ると、以下の行動ができる。 職業に対応する、色の建物を建築していた場合、さらにボーナスがもらえる場合もある。規定の枚数、建物カードを場に出したプレイヤーが出たラウンドで、ゲームは終了する。ゲーム終了時に建築カードによるポイントや、ボーナスポイントから各プレイヤーのポイントを求め、最もポイントが高いプレイヤーが勝者となる。ありがとうございます。